はい、ということで今回は奈良県天理市磯の上町にございます八つ岩、こちらは磯の上神宮の奥宮とも言われておりますし、八つ木神社の元宮とも言われている、とっても素敵な神聖な場所でございますので、必ず最後までご覧になってください。はい、ということで今ね、見ていただいているのは鹿のね、蹄だと思います。このね、八つ岩さん、調べてみると去年の4月にね、一度動画を公開してるんですが、1年ちょっとぶりですが、実はこの間ね、お蔵入りになっている動画も1本ございまして、私3度目の、参拝、徒拝というのはちょっと言い過ぎかな、はい、参拝になります。で、前回の動画も一応念のため見てみたらですね、住所が違っておりました。というかね、違っていたというか、その時私常に Google マップに記載されている地図を載せてるんですね。で、もしかしたらね、どなたかが住所が違うよってご指摘いただいたことがあるので、多分八つ岩でそれご指摘いただいたのかなと思うんですけど、まあ、とはいっても Google マップは、その時ね、多分間違えたままだったんですよ。なので私もね、かたくなに、いや、 Google マップこうなんで、これでいきます、まあこれでいきますって言っても一度公開した動画修正できないんですけど、そうしておりますが、今見ると磯の上町という風になっておりました。はい、で、こちらね、先ほど申しましたように磯の上神宮の、奥宮と、あと八つ木神社、こちらもね、私動画公開しておりますんでね、下動画説明欄、こちらの方に、関連動画、おすすめ動画として URL 貼っておきますので、ぜひね、見てください。八つ木神社さんは、かやぶき屋根の神社さんで、まあ、神社さんというか、拝殿がね、かやぶき屋根で、とってもとっても綺麗な神社でございます。あと、私は常にね、動画説明欄に、こちら、八つ岩の Google マップの地図貼っております。ただ、この八つ岩 Google マップで検索していくと、違うところに連れて行かれます。違うところに連れて行かれて大変な目に遭います。これは1回目のね、動画概要欄、説明欄に、私、文章で書いてるんですけど、なので、行きたい方もいらっしゃると思います。で、行こうと思ってもね、今ちょうど画面、いいところでこの画面になりました。あのね、崩落しているところがあって、ここがいつまでも持つかわかりません。はい。これ以降渡ろうと思うと、下の崖みたいなところを行かないと歩けなくなる日がいつか来ると思います。4、5年以内にはそうなるのではないかなと思いますので、どうですかね、とっても危険なのでね、行きたいと思った方用に、Google マップの口コミに書かれている方がね、参考リースさんという会社のことを書いてますが、そこをね、頼りに行くしかありません。本当に裏の細い道を走っていって、最後に左の方に入っていって山道に歩いていくっていうね、そういうパターンになりますので、ぜひそれを見ていただければと思います。で、もう少しするとね、八つ岩のすぐ下まで着きます。八つ岩のすぐ下まで着きます。なので、時間内でもうちょっと説明しますと、こちらはね、最初に申しましたように磯の上神宮の奥宮とも言われ、あと八軒神社さんとか八つ木神社さんの元宮とも言われております。で、これは昔の文献にしっかりとそのように書いてあって、ヤマタノオロチのにぎみ玉、はい、にぎみ玉ね、これが雨の村雲の剣、草薙の剣に従ってこの地に降臨したとされているということで、で、ご神託を受けた神主の方がね、この、岩の周り、八つ岩の周りに刺さっていた8本の剣を、まあ、取って、そしてお社を建てたという伝承が残っているということでございます。これはね、詳しい方が、八つ岩の口コミのところに書いてあります。私それを丸々いただきました。で、面白いのはね、あ、もう着きました、これ着きました。実際は10分では着かないと思います。20分かかったかな、ちょっといつも時間かかってないんであれなんですが、20分かからないような気がします。はい。で、あと注意いただきたいのはここですね。ここね、大してそんな急ではないんですが、昔ここしっかりとした階段をね、こういう風に作っていただいてるんですけど、わかりますよね、今あのね、鉄の棒がいっぱい刺さってるんですね。で、そこを落ちないように木をやってるんですけど、これね、私はね、今映した理由は、降りるときです。登るときはともかく降りるとき、滑って、ほんと滑ってね、これ、
首が万が一この鉄の金属に当たるとね、いや冗談抜きに本当突き刺さりますよ、場合によっては。なので降りるときは本当に気をつけてくださいという意味であれを映しております。はい、本当にね、特にそういう危険とか感じずに考えずに歩く方いらっしゃると思いますが、私はどうしてもこう動画配信者である以上、この動画を見て行きたいと思う方いらっしゃいますよね。でその方たちの安全もやっぱりちょっと考えて、私しっかりとその辺をお伝えしたいと思いますので、降りるときは本当に気をつけてください。本当になので、しっかりとした靴、しっかりとした靴でぜひ行ってくださいね。私もね、本当にナイスで思いっきり振って、モンベルさんで登山靴をようやく買いましたね。いや本当買ってよかったなと、今本当ね、もう分厚い分厚いソックスは3足合わせて2万8000円しましたけど、これはねコスパはね見合ってると思っております。はい、ということで八つ岩なので、8つの岩なんですが、どの岩かは分かりません。はい、しかし、この目の前にあるね岩が一番大きく、まあこういうとなんですが形もよく、はい、そういう岩でございます。私は本当1年ちょっと前に参拝に上がった時は、このお社はね、蓋がありましたが、今はこういう形でね、また、数継者の方、こういった方たちがね綺麗にしていただいております。はい、ということでそろそろ参拝時間でございます。八つ岩、磯の神神宮の奥宮、八つ木神社さんの元宮でございます。どうぞご参拝ください。はい、ご参拝いただけましたでしょうか。今回ね、私の動画初めて来られた皆様ありがとうございます。いつもご覧になっている皆様ありがとうございます。私の動画ではね、このように喋、りながらということになります。あと私は毎日ね18時30分に新しい動画を公開しておりますので、毎日そちらの方も見ていただければと思います。まあ見られない時はね、お時間ある時、週末とか、まあ翌日が休みの前の日の夜とか、はい、ぜひ見ていただければと思います。途中で言いましたね、下に Google マップの地図あります。でこちらは本当八つ岩をね Google マップで目的地にしていくと、全く違うところに連れていかれます。これは私が経験しているのでね、ぜひ、下の Google マップの地図で、私が、目安しかならないんですけど、書いているところでこちらの方を目指していただければと思います。そして実はここね、Google マップの地図見ていただければ載ってるんですが、竜王神社っていうのがあります。竜王神社、南の方にございます。南の方でございます。実は今回はね、私竜王神社にも行っておりまして、今回の竜王神社は初めてなんですけど、うん、本当は1本の動画でね皆さんにお届けしようと思いましたが、ちょっと長くなりすぎるのと、目的地がね八つ岩と竜王神社2回出てくるとちょっと、うん、中だるみって言って変ですけどね、ちょっと、うん、いけないかなと思って別々にしました。私はね基本的にもう続けて明日翌日の動画でね、この竜王神社さん、こちらを公開いたします。これもね行くための日ちゃんと、こういう風に行ったらいいですよってちゃんとお伝えしますので、それ以外の方法で行くともしかしたらなかなか見つけられないかもしれないので、ぜひね、そちらもしっかりと見ていただければと思います。ということで今回は磯の神神宮の奥宮さん、そして八軒神社さん、八木神社さんの元宮と言われております八つ岩でございました。あ、これね、動画の中では割と平気に上がったり降りたりしてますが、結構な斜面ですので、結構な斜面です。私は普通の人に少しだけ足腰強いので、決して皆さん舐めずに行ってください。そして帰るときは最初に言いました、鉄のね棒、あれにはくれぐれも気をつけてください。ということでまた明日も全国のどっかの素晴らしい神社の動画を公開いたしますので、18時30分楽しみにしてください。それではチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。失礼します。